こんなボールペン筆記具お使いでしょうか。そして選ぶ時の基準、いつもどのようにして選んでいらっしゃいますでしょうか。こんにちは、ピアンコの原武雄です。スーツなんかではですね、サイズ感が最重要なポイントの一つなので、必ずしもこういいブランドのものを買ったとしても、もしサイズが合っていなかったら、それめちゃめちゃもったいないというのをお伝えしているんですよね。つまり、ブランドというのが全てそのまま正しいかどうか、ご自身に合っているかどうかはまた別問題だということなんですけども、実はこのボールペンなんかにも同じようなことが言えるということを聞いたので、そちらのシェアをさせていただこうと思います。椅子に座って物を書くというシーンをこう想像した時にですね、ご自身の姿勢とか、テーブルに対してどれぐらいこう前のめりになるかとかですね、もしくは、サラサラっとこう書くか、体重をグッと入れ込んで書くか、筆圧はどうか、いろんなポイントがあるんですよね。それによってこのペンの軸の太さ、持った時の太さですとか、ペン先の硬さなんかが、選ぶべきもの、ご自身にぴったりと合うものっていうのが変わってくるということなんだそうです。とあるレガシーライターの方に聞きましたので、その方はですね、できるだけこうご自身で、紙とペンを使って向き合うという作業時間が多いとおっしゃっていたんですが、もうかなりの本数の筆記具を使ってきた中で、自分に合うのはこれだな、もしくはあなたの姿勢書き方だったらこんなのが似合いますよっていうのを、熟知されている方がいらっしゃいます。普段は東京でお世話になっている方なんですけども、まあ、もしよければ、なんか対談もしくはその方のこうちょっとレクチャーをですね、またこの動画でもお伝えできたらいいなというふうに、まあ、個人的には思っていますので、オファーを今度してみます。ということでですね、サイズは自分に合っているものが適正なものがあるんだな、色柄目的によって使い分けるんだな、まあ、そういったことを服を通して僕は発信しているんですけれども、同じく今日の話は筆記用具でしたが、他にも例えば合う食事、食べ方、時間とかですね、香りがどんなものが自分には一番ぴったりくるんだろう、パフォーマンスが最大化するだろうかみたいな感じでですね、その感性右脳を使う各ジャンルって知っていくとすごい面白いと思うんですよね。そういった感性を豊かにするライフスタイルっていうのを、まあ、一つ提案できていけたら嬉しいな。まだちょっと不勉強なので、僕自身はまあ洋服、特にまあ紳士服を中心としたものしかまだわからないわけなんですけれども、そういったいろんな各業界の方々のお知恵を拝借しながらですね、素敵な紳士淑女を生み出していける動画といえばこのチャンネルだなっていうふうに、このフィアンコスーツラボがなれたら嬉しいです。応援よろしくお願いいたします。またぜひですね、品格のある、まあ、大人を目指すにあたって、こんなジャンルの知識教養などがあるといいと思いますよ、そんな意見もしございましたら、コメント欄で寄せていただくととても嬉しいです。各ジャンル僕も勉強していきたいなと思いますので、一緒に盛り上げていきましょう。ご視聴ありがとうございます。